んにちは。本日は令和元年の10月の、26とか7ですね。ここは、山手線の目黒駅です。今やってきた2231系の500番台、山手線では、たくさん昔は目をしていましたが、残り今4本となっています。そんな状況で今回は、ね、たまたま出くわしたということで急遽動画を撮っているわけなんですが、これでですね、じゃあ目指すはどこにしましょうかね。上野とかにしましょう。ということでよろしくお願いいたします。列車は目黒駅を発車いたしました。ここからずっと先まで、結局新橋まで乗ったんですが、まあ、それまでずっと山手線2231系500番台の、まあ、歴史を、ね、簡単に交えながら皆様にお届けしたいなというふうに考えています。列車は間もなく渋谷に着きます。渋谷ではとてもなんか切り替え工事とかたくさんやっていてですね、来年かな、来年の1月3日から渋谷駅はまた新しい駅舎に変わるだそうです。とってもそういう風に今は進化をしている渋谷の駅を、まあ、この電車に行くのもあともう少し、まあ、それぐらいの短い時間を、まあ、こういう風にどういう風に変えるかは、まあ、人々次第ということで、まあ、私はねこういう風にいつも乗ってるんですが、皆さんも記録はお早めに取った方が良さそうかもしれません。列車は今原宿に到着。原宿にはとても古い駅舎があり、これはとてもですね、鉄道マニアの中でももしかしたらまあなんかあるのかもしれません。なんかね、まあそういう、まあ、駅舎をね、趣味とする鉄道オタクの中にいるかもしれませんが、そういう方にもそういうまた一つのスポットだなというふうに改めて感じます。列車はそろそろ新宿の駅に到着。山手線はだいたい駅と駅の間の間隔が短く、まあすぐアクセルを踏んだりブレーキを踏んだりすることが多いため、とてもじゃないですけどこういう風な性能を問われる路線です。なのでですね、こういう風に E231系の500番台のように、まあ、結構高い性能を持っていない車両じゃないとあんまり運用には入らないっていうのはね、まあ、導入されないっていうのがレベルが結構高すぎますから、これに合った独特の車両が E231系500番台だったということになります。列車はどんどん新大久保の駅に到着。こういうことばっかり言っててもいいんですが、別にそういうことになっちゃうと231系のあまり500番台についての簡単なこういうこととかね、まあ、ものとかはあまり皆様にお届けできませんので、まあ、この辺で締めたいと思います。で231系500番台は205系を2005年に追い出した車両で、今はもう235系に残念ながらね、もうそろそろ役目をね譲るっていう感じにはなってるんですが、この列車は 6M5T というふうに、この11両編成の中に付随車が5両先頭車を含む車両なんですが、そのうちの、6両が、モーター車になっています。つまりそれで 6M5T というふうな、まあまあ、普通の専用方式というか、まあ、そういうのでなっているわけであって、もうこれはとてもその11両編成大体まあ半分を占めているんですね、まあ、それぐらいのモーター車を積んでない、モーターを積んでないと山手線は走れないというふうになります。つまりこういうふうなものを対応するため、多分231系500番台がなんで中央総武線に行きたいかっていうのもいろいろあるとは思うんですけど、一つは多分 LCD でしょうね、ドアの上に表示をされてるなんかコマーシャルとかよくあるじゃないですか。そういうので JR 東日本もそういう車両をね多く搭載した車両を多路線にですね、まあ、たくさんの路線に導入して、でそれで、まあ、やっていくとどんどん広告収入をいろいろ得られるので、まあ、さらにですね収益がどん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 良くなるので、多分 JR 東日本はそれを試みているのかなというふうには感じられますが、まあ、とにかく LCD が中央総武線に欲しいのです。なのでこの電車は上げたら上げますよというふうに、まあ、お譲りを山手線からして、この列車は他線転属というふうになっています。
福岡に止まっ走ってる2319とかですね、その中の10両目だけなんですが、これは2319の引き継ぎをやっていまして、2319のところでは2319、4600万台が乗っていました。この列車はとてもこの車両はですね、とっても特殊でして、ホームドアに合わせるような形で、実は京浜東北線も山手線の線が走れるんですね。そういう風な作りになってるんですけど、この2319の先頭車のその先頭部分のドアの形って結構独特でして、1番目のドアと2番目のドアの間隔が普通の中間車とか先頭車のね、中間車側のドアの間隔が狭いんですね。そういうふうな独特の形状をしていて、その形状に合わせるために、山手線に入るためにするために、わざわざですね、そういうふうな独特の形を作って、その重量目に入れてるというふうになります。つまり京浜東北線も走れるように、やっぱり万能な路線にするためになんでしょうね。そういう特殊な設備も設けられてるわけです。で、2319のこの特殊車両を多分作るのがすごいお金がかかるから、まあ残念ながらっていうわけではないですけど、そういうふうにもうお金がかかるものは使い回しをして、それ以外の車両は全部多線区に転属させるということなんですね。だ本当は多分山手線のやつが、京浜東北線じゃなくてもっと増備をして、例えば何かの起きて、京浜東北線の車両がですね、山手線に入らなくなったら、その車両はその電車が全部置き換わるときに廃車になるんでしょうね。そういうような感じです。列車はそろそろ神田の駅に到着いたします。神田の駅と、このね、横を見てもらえば分かるんですけど、二重構造になってましてですね、新幹線の上に上野東京ラインというですね、こういうようななんか上野東京ラインに乗ってると、いつも空中散歩を東京のね、空中散歩してるような感じになってね、とても面白いような気がします。少しなんか上から見た東京の街も綺麗なんだなというふうに改めて感じたものです。列車は東京に到着。東京は大きな駅でですね、いろいろな多路線が総合的にある駅でですね、とってもここは乗り換えが便利な駅です。ということで、ここでですね、東海道本線がなんか緊急停止ボタンを押されたようでして、こういうふうにちょっとした運転見合わせの時間を有効に使おうと、いろいろな多数の鉄道マニアがですね、こういうふうに先頭部分のところに行って写真をパシャリと僕も撮ってましたけど、そういう風にね、撮ってるわけなんですね。こういうのもなんかまた面白い一つなんだなと思います。山手線の車内からこういう風に緑のね、LCD のね、この次は東京とか、次は秋葉原とか、次は田端とか、ね、そういうのを見るのもそろそろ終わりなんじゃないかという風に思います。向こう側に走ってる235系役目を譲るという風になります。ただいまこの、撮影時期の大体10月11月現在そのくらいなんですが、その時は残り4編成か5編成ありまして、でそれがなくなり次第、転属完了というふうになりますので、皆さん気力はお早めに。この動画が投稿されている時期にはもしかしたらなくなってるかもしれません。とりあえずお早めにお願いします。僕もなるべくこの電車が走ってる時期に投稿したいものはあるんですが、残念ながらいろいろ動画の関係上とかありますので、やむを得ずそういうのができない場合もあります。それは改めてご了承ください。列車は、神田じゃないですけど、ここは有楽町の駅か、有楽町は交通会館があることで有名で、交通会館の、何階かは分かりませんが、広場スペースから新幹線を見つめるのがね、とっても眺めがいいというふうに友人から聞いたことがあります。列車有楽町を発車。有楽町の次が終点じゃないですけど、僕が降りる駅、新橋です。185系もまた新たに、この光景はとっても貴重だと思うんですけど、気のせいですかね、185系がこういう風に隣を走ってくるっていうのはとてもなんかもう貴重になってくるかもしれません。また185系の引退の動画ももしかしたら作るかもしれません。その時もぜひお楽しみにご覧になってみてください。列車は新橋に到着です。
橋に到着になりました。まあ、結局上野って言っときながら新橋まで来ちゃったわけなんですが、まあでもこの列車に乗るという、この電車にまず山手線のこの時に乗るということは大事な、まあまあ、ここで動画が撮れたなと思って僕も今ラッキーに思います。2005年に205系を山手線に追い出したのはこの列車、ついに15年ぐらいでついに山手線の何百周もしたこの電車は役目を終え、今度は中央総武線黄色いラインの電車としてまた名を変えながら走っていくわけです。この列車は 6M5T での運転です。つまり前中央総武線で走っていた 6M4T と、あとこれ 4M6T と 6M4T に変わるということで、今回は中央総武線に転属をするという風になりました。皆さんもぜひ乗ってみてください。この動画が出す時期にはまだ走ってるかもしれません。ということで、ご視聴ありがとうございました。